それはもう一つのラグナロク、それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかしこれの方が性に合っている。待つのは疲れた。どうした姉ちゃん。ううん、なんでもない。ちょっと懐かちょっと懐かし、ちょっと懐かしいような、不安になるような、そんな気配を感じただけ。戦闘で睡眠にかかると全く何もできなくなる。殴ってやれば目が覚めるんだが、味方を殴るのは気が引けるなら元気薬を使うといいぜ。ほら、持っていけよ。第6幕、表現の休息所。この寒さやばいって。本当、あの宿屋で寒さをしのごう。久しぶりの客じゃ。ようこそシェルロッタの宿へ。はあ、あったけ。あ、すみません、少し休ませてもらってもいいですか。ああ、もともとここは凍えるものの休息所として作った場所だ。助かった。おお、大人とはこれまた珍しい。ちょっとラン！いけね。あ、でもあんまり驚いてないみたい。ん？ああ、まあ人によっちゃ驚くだろうが、昔はもっと大人も多かったからね。今でこそほとんど見かけなくなっちまったが、ここまでもそれほどは驚かれなかったろ？そう言われれば、そうですね。まあ、大人とはいえ気兼ねなく休んでくといいさ。何か買い物でもしていってもらえるとこっちも助かるけどね。そうよね、何か寒さをしのげそうなものあるかな。ゆっくりしていくと、ゆっくりしていくと、お、これなんかあったけ。すみません、これおいくらですか。ん、まさか表現を超えようとしとるのか。
ちょっとサロニアに用があってね。はあ、やめておけやめておけ。この時期に谷を越えるなんてただでさえ厳しいというのに。しばらく前から面倒なミラージュどもがその谷に住み着き人を襲っておる。大人とはいえすぐに殺されてしまうぞ。へへ、ミラージュ相手ならむしろ望むところだね。うん、私たちミラージュ使いなんです。で、今はミラージュを集めながら旅をしてる最中です。はい、なのです。ほう、ここにはいろんな客が来るが、ミラージュ使いなんぞ私も初めて会ったぞ。あの、急にすみません、私はレフィアと言います。この先の谷にいるミラージュのせいでここで足止めをされてしまっていて。レフィア、気は変わらないのか。はい、もう決めました。そんな目をされたら止められないだろう、まったく。なあミラージュ使い。あ？はい。お前たちはサロニアに向かうんだったな。そうだよ。もともとコーネリアから使いを頼まれているのもありますし、このまま向かおうと思っています。やれやれ、まったくどいつもこいつもだな。ああ、わかったわかった。ならそのマジック回路を持ってけ。ただ道中はこのレフィアも同行させてやってくれんか。白魔法もかじっとるし役に立つだろう。シェルロッタ、俺らは構わないよ。そうだね、白魔法が使えるなんてむしろ心強いかも。じゃあよろしくお願いするね。まあ出発まではここでゆっくりするといいさ。おお、少し寒さが減った。さっきもらったカイロすげえ。ほんと、これならここを抜けられそうね。頑張ってサロニアに向かう。出た谷ってあれか。崖の間を氷の柱がつなげてるみたいね。ここを抜けないとサロニアにたどり着けないのです。離れないでついてきてね、レフィア。うん。おお、溶けた。ナイス萌え萌え。ありがとう。これで先に進めるね。
どうってことないって。それくらいならね。ツルツルじゃねえか。途中で向きは変えられねえけど、まあなんとかだっか。
本気出しちゃおっと。じゃあ始めるぜ。これでどう？決める！決める！いけ！覚悟はいい？決める！やったな！よかった！戦闘開始！本気出しちゃおっと。もらった！いけ！これでどう？決める！どうってことないって。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。勝利だね。今のがシェルロットさんが。ジェム化もできねえっぽいし、面倒な奴らだな。
じゃあ始めるぜ。戦闘開始。決める。いけ。もらった。いけん。行くぞ。やるしかないね。決める。いけ。かかってきな。覚悟はいい。決める。
もらった。いけん。これでどう？決める！いいバトルだったな。勝利だね。かかってきな。始めましょう。決める。いけ。よかった。
この狼たち群れみたいね。多分リーダーを倒さないといつまでもしつこく襲ってきそう。よし、じゃあそいつを探してついでにガーデンジェムにしてやる。覚悟はいい？決める！おい、確かに。ちょうだい。確かにちょっと厄介なやつらね。戦闘開始！本気出しちゃおっと。もらった！一剣！
人とも大丈夫？始めるぜ。
開始。さあ、行くぞ。行くぞ。やるしかないね。やったな。勝利だね。じゃあ、始めるぜ。戦闘開始。今のうちよ。つきあり。覚悟はいい？決める。さあ。もらった。いけ。
き出しちゃおっと。じゃあ始めるぜ。決める。いけ。やるしかないね。かかってきな。
でけえ。よっしゃ、追っかけるぜ。もう逃げられねえぞ。ラン、待って。おっ、囲まれたのでしょ。まさかこれって私たちが誘い込まれたの？これはなんだ姉ちゃん。このミラージュ、もしかしてランより頭いい？なんでそんな話？それもみんなして罠にはまってるのに俺限定？いやまあこの場は限定にせざるを得ないでしょう。せざるを得ないのです。なんで？いやあのそんな場合じゃ
の方が頭がいいって証明してやる。それだけは無理。不可能の領域なのです。マジで今よ。決める。いけ。これでどう？決める！
なったな。かなり強引だったのです。レフィアさん、大丈夫だった？ええ、平気よ。ありがとう。ここを抜ければもうサロニアはすぐね。私が払おう。
Thank you.
かかってきな。始めましょう。もらった。一剣。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。第7幕、サロニアの領主の正体。